沖縄には今なお広大な米軍基地が集中し、県民の負担は続いております。私たちは日米両政府に対し、基地の過重な負担の軽減と普天間飛行場の一日も早い県外移設、そして日米地位協定の抜本的な見直しを強く求めます。現在も沖縄に米軍基地が集中し、県民の皆様に長年にわたり多大なご負担をおかけしている事実は残機に耐えません。基地負担の早期軽減に全力を尽くし、具体的に目に見える形で進展させることを改めてお誓い申し上げます。祖国の未来を次の世代に託さざるを得なかった戦没者の悲痛な思いを受け継ぎ、我が国は不戦の誓いを堅持いたします。67年前を生きた人々の後ろに私たちは続いている。私たちにできることは、あの日を二度と呼び戻さないこと。私たちに必要なことは、あの日を受け止めて語り継ぐこと。礎に刻まれた人々の届けたかった思い、叶えたかった願い、私たちが届けよう、私たちが叶えよう。礎に思いを重ねて